明けましておめでとうございますって2回目の動画です。はい、ということで2020年の新年の挨拶の次の、まあ言うたら一発目の動画は、お待たせいたしました。新年早々おみくじ引いてみたものの、今日とか末吉とか中途半端の出ちゃって、もうこれから上がっていくしかないと思いつつも、新年一発目くらい気分よくさせるよって思っているそこのあなた、お正月は美味しいものが多すぎて太っちまったのに、どうしてくれんねよこのブヨブヨ腹と戦っているあなた、まだ休んでいたいのにという気持ちを引きずりながらもお仕事に行っているご苦労様のあなた、お待たせいたしました、少々ストレス解消いたしませんかのコーナーでございます。このね、ゴマッシュブラザーズ見たことない方はね、要注意。今からヘイトしているコメントやアンチコメントにボコスカコメントレスポンス返したいなと思いますので、そして皆様のね、思っていることだったりとか、もうこの辺がもやもやしちゃうっていう気持ちをスカッとしてやろうということで、葉山のスカッと純な的なところをやっていきたいなと思っております。で、私アンチ、まあヘイターする子たちをゴマって呼んでございます。こちらのね、動画のね、一番最初のね、シリーズの時のお話したんですけれども、なぜゴマと呼んでいるかと言いますと、あの心の規模感がちっせえなと、やってることもちっせえなっていうところで、まあサイズ感的にもゴマ、もう気づいてもらえないようなゴマじゃなくって、あの誰かの栄養素になったりとか、誰かに何かを与えられるようないいゴマちゃんになりましょうねという思いを込めて、だからね、決して私は今から言い返すのではございません、てめえらと、そろそろその生き方2020年ではやめていきなさいよっていうところでお説教をしようかなと思います。まあ私のね、ところのね、コメント欄は実はですね、あのゴマッシュブラザーズをしちらかしてるからか知らないんですけれども、アンチちゃんがあんまりいません。もうゴマちゃんを探すのが大変になってまいりました。でちょっとね、企画的にもゴマちゃんがいないとこの企画はできませんので、かといってゴマちゃんを増やそうとは思いませんので、溜まってきたらやるというような不定期タイプの、企画でございます。でちょっとね、今回ね、本当にゴマちゃんのね、レベルがね、低いというか、だいぶ減ってくれたので、それは嬉しいんですけども、減りすぎちゃって、あの、なんかレベルの高いゴマがあんまりいなかったんですよ。ちょっとスッキリみたいな感じで、第3弾やっていきたいなと思います。レッツゴー!ちょっと新年一発目にだいぶ気持ち悪いのいくよ。まずはこちらをご覧ください。この3つ。もうね、いっぱい書いてたのこいつ。だけど、まあ、もうめんどくさいから3つでいいやと思って、強烈なやつは3つやってみました。はい。ジュナさん、エロ可愛すぎる。ジュナさんとゆっくりエッチがしたいです。体調に気をつけてくださいね。うるさい私ね、お嫁さんがいるの。知らない人のために、あえてもう一回言っておくけど、お嫁さんがいるの。どう思います？だいぶ気持ち悪いですよね。だって私ね、すっごい素朴な疑問が一つあるんだけど、一番最後のやつを見て。ジュナさんってエッチしながらゆっくりデートや旅行がしたいです。ちょっと待って、すんげえ怖い。エッチしながらデートとか旅行ってどうやってやるわけ？もう、セックスのやり方知ってますか？でね、一つアドバイスしておくけれども、こういった類のもの、あのさ、願い事って口にすると叶わなくなっちゃうとよく言うけれども、この類の願い事はね、本当に口や文字にすることはおすすめしません。なぜならば、やればやるほど遠のいていくから。本当に、気色が悪い。女の子がこういうものを見てそそられることもなければ、あ、私ってなんか疲れてるんだなって思うことはございません。はい。2020年、あなたの抱負は、ちゃんと床につけることね。いいよか。パンツとブラを両方ください。使用済みのやつ。ああ、太りすぎて避けたユニクロのシームレスパンツだったらどうぞ。もらいに来いよ、お前。ポッ。しょうも N。はい。あ、これ怖かった。中立、なんて読むんだろう。名前ちょっとわかんないんだけど、随分とお名前が有名になられて大変嬉しく思います。こんなすごい人の用心棒だったことを生涯忘れません。私、用心棒なんかいたことないんですけど、すげえ怖くない？これ何なのかなと思っちゃった。ますますのご活躍、遠い空からお祈りしています。手に召されちゃってんのかな。ご覧ください皆様、中国車もいいですね。パンツ脱いでたのに、そのまま外走り散らかしたらどう？そのままもう外に走っちゃいな。もう一回誰かに説教するな、ほんまに。まっただ。ジュナさんのセクシーな格好と下着姿の動画を見たいです。ムラムラします。あなたはとっても珍しいでしょうをあげます。
私なんかでムラムラするなよ。のぶみ、何個の加工バリバリブス。美しいっていう感じを名前に入れるんじゃないよ、あんた。ねえ、加工がブスとか私、いつ顔が可愛いで売ったわけ？ねえ、聞かせて。あれ、葉山純奈、意外に胸チー。胸チーとはなんだ？今、太ってんだ、私は。カワオちゃん、自分の黒歴史を発信してしまうところを筆頭に、もろもろ中二病こじらしてる感が半端ない。そんなコメントを書いてるあなたの方が、自分は正当なことを言ってるぞってマウンティングしてる感をこじらせてる感が半端じゃない。でもね、私の動画見て中二病って思う人って、私シンプルに思うんだけど、国語の勉強できないよね、きっと。てか国語の勉強ができないのかどうかわかんないけれども、物語とか、あのその話の意図、なんでそういう実体験を話しているのかっていうところまで汲み取る能力はないよね。私の動画もう一回一から見て、何のためにその説明をしたのかっていうところをもう一回汲み取ってみて。あなたのためになると思うわ。ケイケ、クオリティ高い？クオリティ高くないと思うけど、メイクとかも別に似せてないと思う。ディスってるわけじゃないけど、可愛いと思うけど、クオリティの話が出てたからさ。クオリティ的には高くないと思うけど、わかる人いる？そんなに必死に人のことをこき下ろしちゃって、理解してくれてる人がいるのかななんて不安になっちゃって、挙手を求めてみたりとかしちゃったりして、あなたの自分のクオリティをめちゃくちゃ下げて人にアピールしてしまうクオリティの高さ、こちらは認めるけれども何の得もないからやめなさい。恥ずかしいわ、見ててこっちが。タナマ、今30歳として、あと5年で35歳。このまま行くとそこそこ痛い派手なおばさん、路線変更できるか？無理か？何実況してるんですか？容姿で痛いって言えちゃうあなたはどんな面してんだって話で、しかもね、人のね5年後の心配してんじゃねえよ、あんた。もうね、こんなことをいちいちコメントに書いてしまう、あなたの5年後の方が心配だわ、私は。ヤママ、ババアになった時の顔が想像できる。ありがとう。あなたは私がまだババアじゃないって認めてくれている数少ないゴマちゃんの中の一人。ありがとう。ミスターK、こういう独特な思想を持っている人が日本にいたんだ。なんかかわいそう。しかもおばさまなのに病んでるのかな。おばさまじゃないっつってんでしょ。でしかもね、病んでんのかなって、なんで私の独特な思想が病んでることになるわけ。しかもなんであんたに同情されなきゃいけないの。ああ、やばいやばい。今の状態の方が病んでるように見えませんか。どういうことなんだろう。独特な思想を持ってる人が日本にいちゃいけないわけ。でしかもそれでなぜかわいそうって哀れまれた。でしかもそれはおばさんなのに病んでんのかなって、どういうこと。おばさんは独特な思想を持って日本にいちゃいけないんでしょうか。独特な思想を持ってる日本にいるおばさんがね、アドバイスしてあげるわ。あのね、独特な思想を持ってる人が日本にいるっていうね、このね、考え方、物の見方よ、ちっちゃいね。まさしくあなたはゴマっていうね、あだ名がすごく似合う。あのね、そういう考え方を持って、まあ、言うたら、新しく入ってくるものを受け入れられずに、新しく出たものも受け入れられずに、もうこうでなきゃいけないみたいなものに縛り付けられてるこの考え方、そういうものが日本をどん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 小さくしていくんですよ。わかりますか？人の考え方を侮辱したりとか、なんかかわいそうなんて上から目線で物言うてるようなあんたに、かわいそうがられることなんて一つもありませんから。でね、そういう考え方を持つ者同士で集まったりするのもやめてね。変化は恐れるな、挑め。人のね、生き様だったりとかいろんなものをね、こき下ろしてる場合じゃないあんた。もうそんなことをしてるあんたの方がかわいそうになってくるわ。ゴマちゃん全くもってレベルアップしてくれないの。っていうかもうね、まあ、減ってはいるからね、やることに必ず意味はあると思うんだけれども、でもこういうコメントしてる人たちに言うことって限られてんのよ。てかもうね、自分の人生見つめ直せって感じなの。人になんかを言うてる場合じゃないのよね、大体のやつが。だからもう自分のことを心配しなさいっていうのと、あのそういうことをすることによって自分に全て返ってくるよっていうことを教えるのと、あんたたちがどんだけイケてないかっていうことを分からせるということしかできないわけ、私は。でその後はキャッチしてくれるゴマちゃんたち一人一人が、あーもうこういうことはやめようとか、私に言ってなかったとしても誰かに言っちゃったことがあったりする人たちは、あーもうこういうこと言うのやめようと、自分はもっとレベルの高い人間になっていこうっていうのをね、高めてくれるのはそちら側。我々はこれをねすることが精一杯、もうこれ以上はできないってわけ。今に始めたことじゃないですから、ずっとやってることですし、今後も続けてまいりますけれども、書くなら葉山にして、他の人に書かないで。
書くなら葉山にしろ。マリオのね、ステージとかでキノコだけぶっ潰してて、満足してるようなタイプでいるな。クッパ倒してからやっと満足しろ。ちょっと新しいコーナーやってみようかなと思うの。成敗してほしいゴマのコメントを、募集します。もうね、自分ところのゴマちゃんは、もう、はっきり言うよ。もうワンパターンなのよ、大体。だからもう、ブッサイクか、なんかその、中二病か、なんかもう、その、下ネタ系ぶち込んでくるか、私のね、人格を否定するか、もう大体こんなところだから、もう、いいの。みんなに寄せられてるゴマコメントを私、成敗しますんで。浄化してほしいと思う方は、ぜひ、このコメント欄にぶちまけてみてね、不満を。はい、ということで、今日もいらないゴマちゃんはこの中に突っ込んで、ぽーい。というわけで、この世の中でね、しょうもないことをしてる人たちが一人でも多く減りますようにという願いを込めて、今日の動画を終わりにしたいなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。またねー、バイバーイ。